ああ、これか。できると、まあ、便利な場所にはなると思うんですが、この状態だと、ええ、ここのスペースでエアコンはちょっと使いづらいですけど、ね、中は、まあ、結構日が当たっていいですけどね。おお、ドクロマーク出てちょっと入っちゃいけないですね。かかるものじゃなければそんなに費用はかかんないんですけど。あ、職人さん自体の家賃も、そうですね、あのお金も低いんでってことですか。はい、まあ、状態もさっきよりかなりいいです、ね、さっきより全然良くなりました、ね、あと1階も光がだいぶ入りますね。あ、ここいいですね。上に行けば行くほどいいな隣と通通だいいですね、ここは環境として。これがいくらでしたっけ。これ165で165、一番安いやつ。あ、一番安いやつ。今使ってるんですね。そうですね。 Thank you ザックマンなの、ここもうもろクマン。ここも別に悪くないですね。これ社長がいたんですかね。ここに住めんのか。ここに住んじゃう。いや、いいな、これ好きだな。ここ綺麗に。これは入ってないんですよね。あ、ここいいな、ちょっと自分の家としていいな確かに、ね、クマも結構緑多いですからね。はい、これいいな。確かに生きてますね。ここいいかもな。さっきの方がいいかな。お、安い、安いの。最初のやつより、2番目のやつより安いですね。ああ、こういうのは大好きですけどね。悪くないですね、ここね。でも210って安いですね。安いですね空中庭園。あ、すごい。うわお、アンリ君どう？いいでしょう。いや、もう決めですね。あ、もう決まりですねこれね。結構泳げそうだしな、本当朝だったら。あそこビール？はい。あ、マジですか？ジムもありますね。ジムもあるんですか？はい、もうここだな、決まりだ。ジャグジーですね。あ、ボタン押すとこ泡がな。ここ欧米人が割と多い、ね、しかも普通に道になってるんですねこれ。うわー、かっこいい。何ですかこの空中庭園ぶりが。そうなんですよね、なんかちょっと不思議な感じです。ここは本当にもうここに住んでる人しか、当然ですけど車入ってこないですから。まあ手入れれば当然それなりに綺麗になるなんですけどね。あ、このここは全部あの草を抜けようって言ってました。うちの庭ですね。そうですね。あ、でもちょっとでもビリヤード置こう。仲良くなったらこれぜひやらせてくれるかも。あ、そうかもしれないですね。バーベキューグリルだってめっちゃいいなここはビール売ってないんですよ、ね、今大学でコンビニでビール売れなくなっちゃったので。あ、そうなんですか。誰もいないじゃん。仲良くなれますねこれ絶対、ね、走ってて一生懸命やってたら仲良くなれる一生懸命やってないとなれないかもしれない。